はい、折り紙です。今日は日本を折りたいと思います。私はアメリカ折りますこれ折り線がついてるんですけど、 It's got this like a fold line that's like we never have this. シートです。シートします。でもこれあんま使わない可能性がある。使う、あ、でも難しい。でもこれどっちから折るか大事じゃないですか。これが羽、これ逆に難しい。これが横じゃない。こういう風にスタートしてみます。 I'll just follow you. Alright. はい。みなみさんと YouTube 撮ってるみたい。これじゃあ後でアップしよう。はい。折り紙です。折り紙。これはブロードウェアとクロスという高校の高校じゃない高校に続けるいいよ演劇学校の、これこうだっけ、演劇学校アムダですね。アムダの同級生のティム君がやっている折り紙プロジェクトペーパークレーンプロジェクト、はい、で折り紙、折り紙だ。折り紙。折りずる。折りずる。を、ペーパークレーンを1000個集めてるんですね。で、シャットダウンが終わって、ブロードウェイが帰ってきたときに、タイムズスクエアにあるお店に掲げてくれる、飾ってくれる。あ、その時に飾るんだ。そう、今集めてる。こう、思いを、あと全然やり方とか説明してないですけど、今ここです。説明するべきだった、もしかして。で、黙々と折ってるけど、黙々とね、いいのかな。ティムもすごくそのこう手に取れる希望が好きだと。おお、見えるもの。ニューヨークは年末にあのコンフェリー、紙吹雪でこう、 こういうポストイット、これぐらいのサイズの紙にこう来年の願いとかを書いて、それをこう集める場所がタイムズスクエアにあって、それをこうカウントダウンの時にこうタイムズスクエアに散るんですけど、そのようにこう折り鶴作りながらブロードウェイが帰ってくることを願う。願う。あ、私持ってたんですけど、あの、ミンガールズで、この折り鶴折ってる。あ、本当ですけど。あ、やばい、作品中ね。作品中に。で、私七夕めっちゃ好きなんですよ。お、七夕が。おー、ワールフォー。いや、もうやめて。共演していた5年前。5年前の。6年前。お前です。5年。2014年。5年ちょい前。2014年。に共演してたんですけども。ここでもね。七夕ね。そんなネタがありましたね。そうそうそう、はい、花畑ね、で、うん、で好きなんですけど、っていうのもあの彼と会ったのが七夕で、うん、願った次の日だったんですよ。何を願ったの？その七夕の日に明日初デート行く、彼いい人だったらいいなってで願って次の日に出会ってビビッと来たので、七夕は大好きなんです。そう、それにあ、ちっちゃい頃よく短冊に書いてたじゃないですか、願い事とか、うんうんうん、その時にもブロードウェイの舞台に出たいって書いてたんですよ、昔は。出ちゃったちょっととか言って、 で、その話を、2019で去年の七夕にあの舞台始まる前に言ってたんですよ、友達に。こんな話があってみたいな、こんな話があってってプレゼンしてるみたいですよ。まあ、それは楽屋の話で、そしたら舞台始まったらキャストのみんなが急に鶴を渡し出して、私にえ、何って思ったら、その鶴の裏に願い事みんな書いてたんですよ。で、一人一人もうなんか見えない、そのお客さんには分からない感じで渡してきて、本番中に遊びちょっとした遊びね、それが楽しみね。そう、もうなんかそれで泣きそうになって、舞台中に本当にコメディのシーンとかで一人泣いてるみたいなそ
それで願い事書いたの私、ま、今で思ってるんですけど持ってて劇場にあるから今ロックしちゃされてるここからね1ブロックぐらいですねそう1ブロックぐらいのところにそこにあるんですけどうるさい歌でそれを思い出すニューヨークですニューヨークです、はい、マイクとかないから聞こえてるか分かんないけど聞こえてますか聞こえてますかうだってもうできました私早いなあでもこれこれハッシュタグがあるんですけど、うん、メリーポピンズでツアー中に子供たちがキャストに4人子供が2人キャストで子供なんだけれどもこうもう1組いてこう入れ替わりで出てたから、はいはいはい、計 4名、うん、プラスその兄弟たちが一緒にツアーに親御さんとついてたんで子供が結構いたツアーで折り紙の教室を開いて、やってたんだで彼らはすごく私なんかよりもヒップなので Origami with me Nami Origami with me Nami っていうラップを曲を作ってくれて素敵それがハッシュタグになりあじゃあ今ハッシュタグ、ミスサイボン中はやってましたよねなんか毎週日曜日はオフデバイスといってこうみんな携帯ずっと見てるのでこう衣装部屋でなのでこう1日は週に1回ぐらいはこう携帯を見ないで実際に隣にいる人を知り合おうと交流をしようというのでこう手に取って何かするっていうのでこう折り紙ウィスミナミっていうイベントでですね折り紙をみんなで折っていて結構ジブリとかが好きな子も結構いたのでジブリ折り紙とかもあっていろいろね楽しく盛り上がってました折り紙ウィスミナミ折り紙ウィスビザウィザこれね多分間違えましたえすごい間違えました。できるよ大丈夫。できるけど多分ねこれ折りこのこれがねここに来る。No, no, I think it's right. なんか折り線がここにまだ書いてあるから多分これを見せてあげて。これね折り線がここにちょっとあこれインフルエンサーのこれしないと。何何。こうやってしたら、うん、カメラで焦点が合いやすくなって。インフルエンサーって。インフルエンサーですよインフルエンサーじゃなくてインフルエンサーはいこれついてるから間違ってますねあなるほど何かを見せて焦点を当てたい時にそうこれをこうその何 YouTuber とかみんなやってますからね勉強になります化粧品とかなんかビブルエンシップです OK はいこのお店ですおすすめですこれ間違ったどうしようやり直した方がいいかな変よ、はいこれね絶対ここに国旗が来るはずなんだよね合ってるし合ってて、ここにだって折り線書いてないじゃんいや、うん、こういうものです、うん、個性個性これも個性、うんちょっと間違っちゃう個性要所要所ちゃんと抑える個性抑えてないたまたまねあーすごいこんな感じですか日本よアメリカちょっと分かりにくいアメリカあこっちもねはいあ、そうこんな感じでそう、そういうことですあー、できましたさすがじゃあねー